ニュースです。公園遊具ガラス栓にできがの市大丈夫と判断。大阪府豊中市内にある公園のキリンをかたどった乗り物の遊具について座面の塗装が剥げてプラスチックの中のガラス繊維が露出しかけていて不安だとツイッターで写真が投稿された。市によるとガラス繊維を使った繊維強化プラスチックを使っており、メーカー点検の結果大丈夫だと判断したと話した。定期点検は年に1回全公園で行っている。 ABCD の4段階のうち今回の遊具は B 判定とされ